はい、今から5月27日、ナリスプロデュース公演ということで、軍服ですね、のネットチキ買ってくださった方のお名前を呼んでいきたいと思います。はい、まずは4枚買ってくれたレイちゃん、ありがとう。めっちゃたくさんね、リクエストとか送ってくれてありがとうございます。本当にめちゃくちゃ毎回可愛いリクエストとか、わかりやすく文章で表してこう書いてくれ、必死にこう頑張っていいのがわかりやすいように書いてくれたりとか、めちゃくちゃ嬉しいです。でもだからできてるんじゃないかなと思います。はい、っていう感じで、なんだっけ、一個首を かしげてるやつと、あと帽子を持ってるやつ、あとはね、あの一つはね、お任せだったので、あのウインクしてみました。はい、あとはなんか近めでアップみたいな、でもね、近くで結構撮ったんだけど、すごくぼやけちゃったので、ぼやけない程度でまだアップになってるようなやつにさせていただきました。一回ね、めっちゃドアップで撮ったんだけど、すごいぼやけちゃって、ちょっとせっかく可愛いメイクとかしてるから、ぼやけてるのはちょっともったいないなと思ったので、ちょっといつものチキよりちょっとアップにしてる感じになってると思います。めっちゃ水が良いです、今回。本当になんか落書きも軍服は毎回頑張ろうと思って、軍服だけは可愛くね、やらせていただきました。なんかね、一個一個ちゃんとちょっと違った落書きにしてるから、なんか今回はこんな感じなんだっていう感じなのが伝わるんじゃないかなって思います。めちゃくちゃ可愛い、本当にね、いいの、お気に入り、マジで。毎回レイちゃんにチェキあげてるやつはもう全員なんだけど、本当にお気に入りしかあげてないので、もう特別だと思います。チェキが本当にもうレイちゃんがこう頑張ってね、こう文章であのチェキのポーズとかリクエストを頑張って分かりやすく文章にしてくれて、もうそこがもう感動的だよね。もういいのが分かりやすくっていうところが、そうだから、それに頑張って沿ってあのリクエストに基づいてちゃんとできるように頑張ってるので、ちょっと楽しみに待っててください。めちゃくちゃいいな、お気に入りになっております。楽しみに待っててください。いつもありがとう、大好き、ありがとう。はい、お次が2枚買ってくれたなほちゃん、ありがとう、嬉しい、ありがとう。なほちゃんさ、ネットチェキとかさ、あんまし、たまにちょくちょく買ってくれてたんやけど、そう、まさか2枚も買ってくれてると思ってなかったから、すごくいいな、嬉しくなりました、ありがとうございます。しかもなんかリクエストしてくれてて、1枚、そう、なんだっけな、座りでみたいな、座っててみたいなやつだったと思うんだけど、そう、じゃん、ちょっとね、 2枚買ってくれたから、違う感じのジャンルの落書きだったりとかしてて、いつものね、あの直接会った時のチェキよりはるかに全然違うあのクオリティのチェキをお届けできるのがいいな、ひたすら嬉しいです。なのですごく楽しみに待っててもらえたらなと思います。やっぱ美女がね、良いですわ、これは。本当は直接見せたいところだったんですけど、いつもね、なほちゃんね、仕事の合間とかに来てくれて、疲れてる体を動かして私たちに会いに来てくれて、本当にあのなほちゃんの幸せの一部になれたらなって思います。本当にいつもありがとうございます。いつも応援してもらえて、いいの、幸せだなって思ってますので、また早く会いに来てください、ありがとうございます。またね、ありがとう。はい、次が2枚買ってくれたガッキー、ありがとう。はい、ということでガッキーもね、東京の方ではちゃんと見てくれたと思うんですけど、今回はシャッフルさせてもらったので、あのまたちょっと変わった感じになってるんじゃないかなって思います。しかもね、両方ともウィンクさせていただきました。なんか、なんだろう、雰囲気の出るようなウィンクかな。いつもは可愛いウィンクをよくやってるんだけど、今回はちょっとダークな感じになるような時期にしたので、伝わればいいなって思ってます。はい、可愛いので落書きも頑張って可愛くしたので、楽しみに待っててください。いつもありがとう、大好きだよ、ありがとう。はい、お次は4枚買ってくれたデビット、ありがとう。はい、ということで、めちゃくちゃいろんなね、パターンのイリナさんを落書きさせていただきました。なんかすごいね、あのフランス語も書いたんですよ、今回またいっぱいだけど、何書いてたか忘れたので、また届いてからじっくり読んで、あのイリナがこんなこと思ってたんだっていうこととかだったり、質問多分してたりするので、それはまた後日 DM だったりで送ってもらえたら嬉しいなと思います。たまに見れない時もあるんですけど、ちゃんと見てるので、反応か反応できない時はちゃんと見てるので、本当にありがとうございます。いつも頑張れております、本当に。はい、楽しみに待っててください、ありがとう。はい、お次がユッキー、ありがとう。はい、ということで、よくないですか、なんか
また前と違って感じ、前はね結構ロリータに走ったので、私は今回はガチの軍服っぽくなったんじゃないかなと思います。なんかずっと着てみたいな、朝日ちゃんが前着てたんだけど、朝日ちゃんの見て、え待ってめっちゃ可愛いこれ着たいと思って、まさかイエナが着れると思ってなかったので、すごく嬉しかったです。多分ね実際見てくれたと思うんですけど、可愛かったやろ、イエナ結構気に入ってて、なんかえめっちゃ盛れると思って、すごく好きやなってなったので、多分絶対ユキも好いてくれるんじゃないかなと思います。はい、楽しみに待っててください。なんか珍しい一言も書いてるので、イリナらしくあんましユキには送らないようなコメント書いていたりするので、楽しみに待ってください。ありがとう。はい、お次が七瀬さん、ありがとう。わー見てどう、結構近めで今回撮らせていただきました。なんかメイクもめちゃくちゃうまくいって、もうね爆漏れしすぎてちょっとどうしちゃおうかなみたいな、これ本当にあげるのあげていいかなってぐらい本当にすごい漏れたので、絶対にこれは大切にしてほしいなと思いました。だからあれイーナがね、ナレさんに思ってる思いを全部落書きに表したって感じですね、これは。はい、そのぐらい素敵な一枚になったので、楽しみに待っててください。いつもありがとう。はい、お次がタネちゃん、ありがとう。見て可愛くない、前もさ、多分前も買ってくれてたと思うんだけど、前の東京であったあの軍服の方、これと違った、また違った感じで可愛くねやらせていただきました。なんか前はロリータに結構走ったので、今回はちゃんとした軍服になったんじゃないかなと思って、はい、めっちゃ緊張したよね。あんましこういう系統のさ服装とか着ないし、選ぶことも少ないから、なんかすごい緊張したんだけど、結構自分もノリノリで撮影してたな、この時は。なんかちょっと楽しくなっちゃって、いっぱいなんか小物とかも集めるの超楽しかったし、そんな感じで伝わったらいいなって思ってます、この時期に。はい、すごく可愛いので楽しみに待っててください。いつもありがとう。はい、お次がてったん、ありがとう。見て、なかなか珍しいよね、こういうチェキの落書きとか。なんかあんましさ、普通のチェキではあんまやらへんけど、軍服はちょっと変えたいなと思って、ちょっと違った感じにしてみました。多分前のあの東京の方のやつも結構凝らせてもらったんやけど、今回も大阪もやっぱり可愛く、軍服がこういう系やから、なんかなんだっけ、サブカル系のかっこいい系のって感じだから、こういう感じのチェキ書いてみたいなと思って、落書き頑張って書いてみました。はい、なかなかこういうのもね、あのやらないからたまにはいいかなと思って書いたので、いっぱいいっぱい見てほしいなと思います。この時のビジュアルはマジで最強なので、自慢できるぐらい最強だなって自分でも自覚できちゃうぐらい好きなので、いっぱい見てほしいなって思います。いつもテッタありがとう。テッタのおかげでいつもいいな、頑張っております。ありがとうございます。はい、お次がゆうすけ、ありがとう。だらん。あのなんかさ、DM で送ってくれたやつだったやん。めっちゃ頑張って、これさ5テイクぐらいした、5テイクぐらいして、ちょっともうちょっとこっから撮ってくださいとか、めっちゃこだわって撮ったんやけど、どう、結構足がね、あの結構ドーンみたいな感じだったから、結構足近めで、もうマジであのマジでユウスケのこと踏んづけてる感じ、まあ多分ユウスケは喜ぶでしょうこれはって思ってるもん、めっちゃそれぐらい可愛いから、可愛いというかかっこいい、なんかすごいいい感じなったので、楽しみに待ってください。また感想聞かせて、これに関してはマジで頑張ったと思うね、いいな、これほんまに。だからいつもちょっと来てくれた時にでもまた一言ください。いつもありがとう、楽しみに待ってください。ありがとうね。はい、お次がゆうや、ありがとう。どうですか、見てこの落書き、めっちゃ可愛くない、ほんまに。なかなかあんまし ガチガチになんか落書きとかすることはないんやけど、こうやってやってみたんですけど、いやでも落書きというよりかは普通にイーナの美女が爆発しすぎて多分困っちゃうと思う、ゆうやがちょっと照れすぎちゃってね、こういうの好きでしょっていう。そう、イーナはねあの結構あの独占欲強めなんですけど、あんまし出してないけど、あの軍服の時やったらまあそういうこと言ってもいいかなと思ってちょっと書かせてもらいました。はい、まあ常に思ってはいるんやけど、まああんまし言ってないだけなんでっていう感じで、まあこういう時もリアかなと思うので楽しみに待っててください。いつもありがとう。ちゃんと裏も見るんやで、ありがとう。はい、お次がさつきちゃん、ありがとう。さっちゃんだね、さつきちゃんはね、そうなんか分かりにくくなっちゃうかなと思ってさつきちゃんって書いてます。はい、ありがとうございます。珍しいな、なんか買ってくれるの。なんか結構さ、こういうサブカル系結構さっちゃんめっちゃ好きやん、だからそれもあって好きなんかなと思って、結構好きそうな感じにやらせていただきました。落書きとか
なんか結構朝日ちゃんってサブカル系な感じがするから、そう、それっぽく刺さるように頑張って書いてみたので、楽しみに待っててください。ちょっとね、小物とか頑張って集めて、ゆりなあんま声の聞いひんけど頑張って押してみたので、楽しみに待っててください。ありがとう。はい、お次がエルドッちゃん、ありがとう。見て、エルドッちゃんどう、ゆりなのこういうさ、なんかこう軍服系のこういうのってさ、なかなか見えへんくない？なんかナリスがよくやってるのはすごく見ると思うんやけど、イレナほんまにこういうのやらないから、そう、めちゃくちゃ何が自分に似合うんか分からへんくて、めっちゃナリスと相談した。この衣装決めるとき、これ可愛いと思うねんけどどうかな、似合うかなみたいな感じで聞いたりとかもしたし、なんかアクセサリーでどういうのが似合うとかめっちゃ聞いた。そう、ナリスはこういうの得意やから、まあさすがプロデューサーって感じなんやけど、めちゃくちゃナリさんに助けられてこういう感じの素敵なビジュアルになったので、いっぱいナリスも褒めてください。ユルドッちゃんイーナのことも褒めてほしいけど、ナリスのこともいっぱい褒めてあげてはい、って感じで、めちゃくちゃ可愛くできたので、ナリスに感謝ですね。本当に可愛くできたの、楽しみに待っててください。いつもありがとう。はい、お次がチナちゃん、ありがとう。あ、見て可愛くない？もうまた前の軍服とはまたちょっと打って変わった感じで可愛く、なんか軍服っぽいな今回は。ほんまに前はほんまにロリータって感じだったけど、でもこの日さ、ちなちゃん今イリナが着たやつを着てきてくれて、めっちゃ可愛くて、そう、めっちゃ可愛いやんと思って、まさかさ着てくれると思ってなかったからさ、ほんまは一緒にチェキ撮りたかった、同じ衣装で、でもシャッフルだったからちょっとあれだったけど、でもイリナはちなちゃんのコスプレしてる姿を見れてマジで幸せやった。なんか女の子がさコスプレしてたら幸せやんぱ。なんかいいのも幸せになったし、お互いね幸せを共有できたんじゃないかなってめっちゃ思いました。はい、ネットチェキもね、ちなちゃんに幸せを与えられるようなチェキにしてるので、楽しみに待っててください。いつもありがとう。で、次はマークパパ、ありがとう。ダラン見て、銃持ってる感じの感じにやってみました。なんか銃持ってそうじゃない、軍人やから、やっぱそうだ、軍服って軍人さん分からへん、そんな感じだから持ってそうやなと思って、銃やって、この手についてるやつはね、この日のために装飾で買わせてもらったんやけど、かっこいいと思って、こういうのなかなか買わへんけど、なんかいいな、買ってちょっとつけてみた。ちょっとね、ほんまに気合い入れて頑張ったので、今回は落書きも気合い入れて頑張りました。はい、本当に楽しみに待っててもらいたいなと思いますね。なかなかかっこいい表情ができてるんじゃないかなと思います。なんかいいなだけ見てろよ的な感じと似てる、そういう系統と一緒かな。はい、そんな感じで楽しみに待っててください。ありがとう。はい、お次がさっちゃん、ありがとう。はい、ということで、どうですか、ちょっとかっこいい感じで、こういう澄ました感じの、なんか今にもなんか捕まりそうだなっていう感じの表情でやらせてもらったんですけど、めっちゃ可愛くできてた、可愛いっていうかかっこよくできた、かっこかわいい感じ、そう、なんかいつものイリナではない感じやなって思うんやけど、どうですか。はい、って感じで、なかなか見ないかなと思うんですけど、楽しみに待っててもらいたいなと思います。もっとね、さっちゃんといっぱいたくさんお話したいし、いろんなイリナの姿見てもらいたいので、これからもいっぱいイリナのことよろしくお願いします。ありがとう。はい、次で最後です。フェンジャパー、ありがとう。わー、フェンジャパーありがとうございます。フェンジャパーってこういうさ、結構なんか軍ロリ系とか好きなんかな、ロリータとかそういう系、結構ロック系好きやん、なんかサブカル系なのに好きなんかなと思って、そうだから結構表情もかっこよくさせてもらいました。なんかいいな、割とどういう系、クール系なんかな、よく分からへんけど、喋ってみたらそんなことないやん、いいな、こう今みたいな思うんやけど、そうでもなんかそうかっこいい感じで、あんましやったことないなと思ってたんやけど、そうどうかな、そういいな、こういう感じの顔もできるやんぞみたいな、そう感じでやらせていただきました。帽子そもそもあんま被らへんからレアかなって思います。本当に楽しみに待っててください。めっちゃ可愛いので、また届いたら感想聞かせてください。いつもありがとう。はい、ということで、イリナのネタチェック買ってくださった皆様ありがとうございました。それではネクスト。